プラチナタウンは、ニレ周平による日本の小説。2008年に商電車より出版され、2011年に、同じく商電車より商電車文庫で出版された。2008年にラジオドラマが放送され、2012年には、ワウワウの連続ドラマ W で、テレビドラマ化され放送された。高齢化社会と地方の過疎化をテーマに、破綻寸前の故郷の町の町長に就任した。 元エリート商社マンの山崎哲夫が町の財政再建を目指す姿を描いた社会派エンターテイメント作品である。2015年10月に本作の続編である和協が刊行された。2008年11月1日 NHKFM の FM シアターにてラジオドラマが放送された。NHK 名古屋放送局制作。 2012年8月19日から9月16日まで、ワウワウの連続ドラマ W 枠で、テレビドラマ化された。前後は、主演の大泉洋は、赤花の先生以来3年ぶりの連続ドラマ、主演である。大泉が所属するチーム、ナックスの森崎博之と、おとうたくしんも出演している。また、逃げ周平原作で、ドラマ W で放送された。 再生巨流で主演した渡辺厚郎が本作にも出演している。2014年には大泉の地元である北海道の北海道放送で放送された。ワウワウのドラマを地上波で放送するのは初めてのことであった。ロケは大泉洋の故郷、北海道でも行われ、登別駅や登別マリンパークにクそを使用して撮影された。町役場や 町議会のシーンについては、山梨県笛吹市境川市所長社内の旧、境川村議会議場や、旧村長室などを使用して撮影された。ありがとうございます。